じゃじゃーんという感じで、じゃじゃーん、じゃじゃーんというね、これが9月21日に発売されます、ナリスさんの、もう本当にナリスさんというとですね、創業91年というすごい歴史のある会社でですね、スキンケアがすごくいいんですね。でそのスキンケアの中ではいらないものを取り除いて、いいものを入れていこうという、補っていこうというね、そういうコンセプトのナリス、化粧理論があるんですけども、その中で、最近ではですね、ファンデーションまでスキンケアの一部だということで、要はファンデーション、色のついた美容液っていうね、そんな感覚でですね、仕上がってきてるんですね。それが、セルグレースっていうこのファンデーションは21年前からあるんですが、4回のリニューアルを経て今回最高級に進化を遂げてるというね。ちょっとワンプッシュほど取ります。半眼でやっていきますんでね。で取ったファンデーションをスポンジにのせていきます。のせていくときにですね、このスポンジの中に入れるようにこんな感じで入れていきます。でファンデーションをつけていくときに右半分からやっていきますね。右半分ね、まずつける場所はここの頬のトップの位置、ここにつけていくんですが、このリフトアップ効果をこの左の添え手でですね、ちょっとお顔をこう引き上げる感じ、少し引き上げる感じ、そしてここにファンデーションを頬のトップからスッと軽くスッとなぞっていく感じですね。押し付けてないんです。本当に軽く軽くつけていく感じです。そしてこの目の際は軽くスポンジを折りながら上に引き上げていきます。でビューティーゾーンといって、この目の下三角ゾーンのところ、ここはですねスポンジをちょっとタップする感じでつけていく感じですね。はい、キュッと上がってるでしょ。このリフトアップ効果っていうのは、これ結局ね、専門用語で言うとタイトニングフィルム処方って言ってね、こうつけた瞬間ね、ファンデーションの膜がスーッとこう引き上がる感じ、だからすごくね、誰がつけてもふっとこう引き上がる感じなんですね。もう一方もファンデーションね取ります。中にスポンジの中に押し込む感じ、そうするとですねムラになりにくいんですね、こういう感じね。はい、でもう一つの方も引き上げる感じ、少しこう引き上げる感じ、こういう感じですね。そしてここからスッスッスッ、そして小鼻の口周り、はい、磨いてください。目の下を軽く、そして上に鼻筋、で鼻の周りはスポンジを折ってくる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 と、細かい部分は小鼻、スポンジを折って中に入れていく。口周りは内側に入れていく。まぶたも軽く、本当にスポンジをね軽くね、こう滑らす感じでいいです。そして一番つけて多くつけたいところ、この目の下三角ゾーンね、ここをタッピングしながら、よりファンデーションを少し多めにつけたいところをこういうふうにしてパッティングする。はい、こんな感じでね、結構ツヤっぽく出てますよね。でこんな風にしてすごくね、このファンデーションね、非常にリフトアップ効果と水分量、スキンケア成分が非常に多いので、すごくねつけた瞬間から本当に馴染みやすいです。これがまたすごいね。はい、グローブレンドプレストパウダーというね、こういう色味がいっぱいありますね。この色を絶妙な配合でですね、ホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、この4色の色を絶妙の配合をしています。だから普通にこうパッと取ってですね、
パフに取ってくるくるこつけます。一周やったぐらいでなじませて少しパフをこうつけます。皮脂の多く出るところ、小鼻とそれから小鼻から全体に周りにつけていく。で、つけ方としてもう裏技があります。このイエローとピンク、ここを同じませていくと、この目を開けてみて、目の下とかのこのクマ、こういう部分をですね、カモフラージュすることができます。こうですね。こういう配合のものって入れにくいなっていうふうに思うんですね。だからこれちょっと用途的にこのイエローとピンクを取って、目の下、目の周りを入れていきます。そして今度は、ホワイトとこのピンクとブルー、ここを取っていきます。これは T ゾーン、それから顎先、それから C ゾーンというのはここですね。こんな風にしてハイライトの役割、ブラシで取って入れていくと、これはこれで立体感がより増していくと。でベースメイクができたら、できるだけですね、そのリフトアップしてるファンデーションをより効果的に見せるために、まず僕はチークから入れていきます。02番のカームピンクっていうね、こういう色を一回入れていきましょうか。ブラシに取って、それから少しなじませて、はい、目の下、それから小鼻の延長上、一番頬はトップ、上がってるところ、ちょっとにっこり笑っていただいて、この部分ですね。ここから左上に少し斜めに持ち上げる感じに入れていきます。そして残ったチークの色を少し顎先、それからアイホール、ここですね、額の上、こういうところをつけていきます。これでちょっと血色がね、上がったかなと思います。こういう感じのちょっと赤みのある眉を使います。まあ、こういうツヤ感のあるファンデーションに似合うために似合う、まあ、パーツメイクですね、こういうポイントメイクは少し血色の出る赤みを使うとより今風になるというね。少しね、赤みのある眉を入れるだけで感じが変わります。で、この部分ですね、これをぼかす感じで眉の上にさっと色づけます。で、眉頭の方にも少しぼかしていく感じですね。ね、やっぱりちょっとこう赤みが入ることによってチークとのバランスが良くなります。この色もね、すごくね、発色がいいんですね。ナリスのビータ、この何ピンクブラウン01番ですね、これ使います。で、こういうのはクリームの、こういうクリームシャドウ、クリームの下地がついている部分からつけていきます。少しまずアイホール全体にさーっと伸ばします。で、少し小指でですね、目頭のこういう部分にスッと入れます。目頭から目の下3分の1下に少し入れます。
これブラシでやっていただいていいですけど、ちょっとクリームなんで、ちょんちょんと目頭で軽く入れて、目頭から3分の1下にサッと入れる。こんな感じでね。あとはですね、この中間色、もしくはこの一番引き締める色をグラデーションしてのせていきます。際から上に上にグラデーション、そして目尻の方は少し上向いてもらって、目開けてもらって、目の下3分の1を 目の下ですね、それから目尻の方をこういうふうにして囲んでいく感じにすると少し深みが出ます。3分の1、そしてここですね、目尻、はい、ちょっと近づいてみて、わかりますかね、はい、こんな感じでグラデーションで軽くリキッド目を取っておいて、リキッドライナマスカラは、こういう時はちょっとブラウンとかね、あの一本ブラウンとか持っといたらいいですね。こういうちょっとこうおしゃれな色ですね、はい、こんな感じの色を持っておくと、はい、下向いてます。まあ、黒という、まあ、ほとんど皆さん黒を使いますけど、こういうちょっとブラウン、しかも赤みのあるブラウンを一個持っておくとですね、まあ、メイクがねちょっと垢抜けた感じに見えるし、血色が全体に上がっていきます。まあ、今回のメイクはこのセルグレイスのクリームファンデーションの良さ、リフトアップ、それからみずみずしさをより強調するために、あんまりコテコテしたメイクではなく、ちょっとこう引き算をしながらね、ちょっとこれ取ります。スパチュラにねリップを取って、はい、ネイルしておいてください。ちょっと薄付き、最初にあんまりこう強めにつけずに薄く伸ばす感じでやってあげると、まあみずみずしさがよりね強調されるかなという感じです。はい、上下合わせてください。だいぶ仕上がり的にナチュラルな感じで仕上がったかなということで、はい、まあ本当にね、あのいくらでもメイクっていうのは濃くできますけども、まあ、今回はそのベースメイク、この新しく出たねこのセルグレイスのクリームファンデーションの良さをまずお伝えをしたい。でもう一つね、ちょっとこう練り状のファンデーションがあるんですね。コンシーラーの役割をするぐらいすごくカバー力のあるものです。こういうね、こういうものなんですけどね、これも僕結構今使ってて、今日僕自身もファンデーション塗ってますが、仕上がりはいかがですかね。ちょっと艶やかな感じになってると思うんですよ。艶やかで、そしてこうこのファンデーション、その時間が経つとともにこうフィット感出てきてですね、よりみずみずしさが出ます。それから潤いがすごくあるので、はい、化粧崩れというものが非常に対策なされてますんでね。すごいハイライトが、ハイライトがねすごい肌なじみがいいのに、なんか艶っぽい感じで綺麗。これがあのグロー、これがねグロー、うん、綺麗ですとか言って、はい、これがグロー、あのブレンドプレストパウダーという、ね、これ結構ね本当にちょっとこうなんていうかな、ハイライター、僕らよくあのハイライター最後に仕上げの時使うんですけど、これね1個あるとね、さっきやったようにブラシでここの部分ね、このどう取るかによって、まあ、僕はこのブルーとホワイトとイエローの間をこう取って、言えばキリがない、まあ、このファンデーションの中に口紅のグロスってあるんですね。口紅に使う時のグロス、そのグロスの成分をファンデーションの中に閉じ込めつつ
だからパール感を出すための粉体を入れて配合してるというちょっと特殊技法があって、そのパール感とツヤ感を出すために430回もの試験をどんどん繰り返して一番いいところに持ってきたと。でしかも化粧崩れというものを対策をしっかりとしてるというね、なんかきあの調べれば調べるほど非常に、にくいファンデーションというかな、まあ、他社にはなかなかないファンデーションではないかと思っております。このファンデーション朝こうやってメイクしてもらう時と昼間の感じと夜の感じ夕方の感じ全然変わってくるんですけど、夜の方がっていうか夜時間経つ分は経つほど肌なじみが良くなるっていうのはすごい私も体感してるところなんで、それが今までのメイク用品とちょっと違うところかなって思います。そうよね、はい。今日ちょっとねライブ配信で多めにパーッとつけるっていうことをしなかったんですけど、通常僕ら試すときに今の2倍ぐらいつけるんですね。で2倍ぐらいつけてもあつけすぎた、ちょっと白浮きしすぎた、やってしまったっていう、そういうちょっとこう、つける量が間違った場合でも、その後々時間とともにうまく調整してくれるっていうね、商品がなんかこの、そのつけた肌に合わせてずっと馴染んでいくというね、そのなんか不思議なね感覚をやっぱり僕らも感じますね。そういう部分ではつけた瞬間よりか後々1時間後2時間後が艶やかにまたなっていくというね、ちょっと面白いね、本当にどこにもないような製品かなという感じはします。どうぞ良い日曜日を楽しんでください。じゃあこの辺で終わらせていただきます。ありがとう。